ズバリ、会社説明会ですね。社長が、まあ、その自社のサービスであったり、まあ、これからこうしてこうっていうのをかなり熱く、まあ、そのお話を聞くことができて、まあ、そのお話の中でちょっとまあこういったその集団というか組織の中で働きたいなと強く思いまして入社を考えました。説明会の時から、まあ、当社の代表の河合一人が、はい、まあ、説明会を、まあ、行っておりまして、これからもうあの大きなことをするからっていう、はい、のがすごい伝わってきて、で、まあ、自分もそういった、まあ、会社で働ければ、はい、なんかこう大きな仕事に携わることができるんじゃないかなっていうちょっとあの期待もあったんで、はい、あの当社入社することを決めましたね。新規で、まあ、その自社のサービスを提案させていただいて、まあ、そこからあの、まあ、使っていただいて、まあ、その後のフォローであったりとか、まあ、どういう感じで進めていくかっていうのを一緒にサポートしながら、まあ、その仕事内容で今はその事業責任者として通常 の、 まあその新サービスの営業もやらせていただいてはいます。プレイングマネージャーとしてあのやらせてもらってるんで、まあ、そのチームのメンバーがまあそれぞれまあ最大のパフォーマンスを発揮できるようなまあ環境づくりとか、まあ、組織としての、まあ、結果っていうのをまあ意識して、はい、あのマネジメントをしてるっていうところ。お客様に、まあ、使っていただいて頼んでよかったよとか任せてよかったよっていうのを、まあ、その電話もしくは直接お伺いした時に聞いた時はやっぱりそのやりがいというか、ああよかったなというのはすごい強く感じますね。熱いかつちょっとシャイ、まあ、その新サービスであったり新商品を、まあ、その紹介する際にすごいワクワクウキウキしてるんですね。そういった姿を見てると、あすごい無邪気なんだなっていう一面もあったりっていう、まあ、チャレンジングなところもあるんですが、まあ、ただ意外とこう、まあ、冷静、はい、なところもあって、すごいいい意味で距離も近いので、はい、まあ、いろんなこう相談もできたりとか、はい、あと普通にプライベートで、まあ、お酒好きなんで、はい、普通にあの飲みに行ったりとかも、はい、したりしますね。その貪欲な方でやっぱりその年齢とか、まあ、そういったものにとらわれることなく、まあ、どんどん、まあ、その中心に立って働きたいとか、まあ、その役職者になりたいみたいな人と、まあ、一緒に切磋琢磨というか、まあ、自分もちろん入ってくるんで一緒に働くんですけど、まあ、負けないようにっていうのを意識しながら働けるような人と一緒に働きたいっていうのは強く感じてます。こう、まあ、素直な、ところと、あとは野心家、はい、なところを持ち合わせている、人物っていうのがすごいこう成長する、あの僕も自身もそういう人と一緒に、まあ、働きたいなっていうか、はい、まあ、お互いいい、ね、あの影響を与え合える存在になれると思うので、はい、僕はもうそういうあの素直で、まあ、野心家な、まあ、人と一緒に働きたいなとは思います。年齢とかそういったことにとらわれないような方っていうのを、まあ、その一緒に働きたいと強く思ってるので、そういった思いがある人がいたらぜひ一緒に働きましょう。間違いなく成長できる環境が揃っていますので、野心家の方はぜひ当社にお越しいただければと思います。